ここからは番組が選んだ好プレー集をご覧ください。まずはシュート部門、最初はレアンドロの見事なゴール。ワンフェイント入れタイミングをずらしてからのシュート。続いては倉田の豪快な一撃。エリア外から躊躇なく左足で振り抜いたシュートはゴール隅へ突き刺さります。岡崎の J 初ゴールともなったこのゴール、ワントラップから力まず素晴らしいコントロールシュート。続いてはパウリーニョが見せたエリア外からのロングシュート。利き足の左足で振り抜いたシュートはシュート回転でキーパーから逃げるようにゴールに吸い込まれます。続いては遠藤のリスタートからのスーパーゴール2連発。キーパーの意表をついたシュートが綺麗に弧を描いてゴールに吸い込まれます。続いてはゴール正面でのフリーキック。壁の上を越え鋭く落ちたシュートにキーパーも反応できず。続いては梶絶賛のこのシュート、コンパクトな振りで吹かさずお手本通りのシュートが決まります。続いては同じくガイナーレ戦からクロスからロチャのゴール。クロスにロチャがうまく右手でブロックし難しいゴールを決めます。続いては昇格を決めたゲームから佐藤の復活ゴール。怪我を乗り越えた佐藤の魂のボレーシュート。シュート部門ラストはホーム万博で優勝の立役者ともなった宇佐美の豪快なシュート。ワンフェイントからシュートコースを開け左足の豪快な一撃。ドイツから帰りより磨きがかかった攻撃センスを存分に発揮しました。続いてはドリブル集。藤原がハーフウェイライン手前からボールを受けると持ち前のスピードを生かし圧巻のドリブルを見せます。続いては倉田、北側からのスルーパスを受けると一度は体勢を崩すも立て直してのゴール。立ってからの一瞬のスピードで相手を振り切ります。続いてはレアンドロのこのドリブル。ブラジル仕込みの素晴らしい個人技を見せます。続いては FC 岐阜戦での今野のドリブルからの見事なゴール。ぬかるんだピッチの中次々とスライディングをかわし最後はキーパーまでかわします。続いてはドリブルといえばこの男、宇佐美のドリブル3連発。ボールを受けると緩急で相手を一瞬で置き去りにする見事なドリブル。続いてはハットトリック達成となったこのドリブル。相手が何人いようとお構いなしゴールへの意識を強く感じます。ラストはシーズン最終戦となったザスパクサスとの試合で見せたこのドリブル。敵をものともしないドリブルで4人をかわしていきシュート。続いてはサッカー通もうなるトラップ集。まずはホーム横浜 FC 戦で見せた遠藤のこのトラップ。相手をもてあそぶようなセンスあふれるトラップ。続いては二側の流れるような美しいトラップ。家長からのロングパスを右足のアウトサイドでスピードを殺さない見事なトラップです。続いては川西のゴールを生んだこのトラップ。
狭いスペースでシュートを素早く打つということを意識したトラップ。続いてはゴールキックから遠藤のこのトラップ。ボールの勢いをクッションコントロールで見事に抑えた素晴らしいトラップ。続いては素晴らしいコントロールから阿部がシュートに持ち込みます。相手が寄せてきた勢いを利用しうまく反転します。トラップ最後は宇佐美のこのコントロール。常にゴールを求める姿勢が見事なコントロールを生みます。続いてはラストパス集。まずはアウェー栃木 SC との戦いで生まれた倉田のラストパス。宇佐美の動き出し、倉田のパスの質とタイミング、完璧なゴールが生まれます。続いてはホーム万博で会場が沸いた宇佐美のこのパス。トリッキーなパスでチャンスを演出します。続いては内田の点につながったラストパス。ボールを受けてからの動き出しとパスのタイミングがバッチリ合います。続いては京都サンガとの一戦で見せた遠藤の優しいパス。どうぞ決めてくださいという優しいメッセージのこもった美しいパス。ラストは双子の美しい弧を描いたラストパス。ディフェンスとキーパーの間に絶妙なラストパスを供給しました。